あもしかして通訳がいたのあ 通訳いたよ。通訳いて1日目と2日目は通訳使ってたんだけど3日目から通訳はもう横でぼんやり見てるだけで4日目から通訳横で笑ってたよ。<laughs> それぐらい僕の、ね、英語は独自的で面白いんだってさであの話、まあ、うんと戻すけども英語ってさあの言いたいことがあればそんな難しくない多分日本語あのどの言語もそうなんだと思うんだけどさあのよく外国語を学ぶ一番の方法はその国の恋人を作ることだって言うんだけども言いたいことさえあれば。 やっぱ人間っていろんな表現を駆使してボディーランゲージを含めて言おうとするからそれが一番上手くなるコツなので僕は向こうに行って例えば日本の現状を説明してくれって言ったらそんなに英語は上手くならないんだけどもアニメとか漫画とか説明してくれとかあと「お前ベイマックスどう持ってんの?」っていうふうにディズニースタッフに聞かれたら「多分俺ディズニースタジオでで時間ぐらいの公演はきるんだよ <laughs> お前だからこういうところがお前ら悪い」っていう「宮崎あはよちゃんと盗めよ」とか俺たちがなんかトランジスターや自動車を盗んだよ、ね お前たち宮崎遥は庵野秀明を盗めっていう講演はすごくうまくできると思うだから言いたいことがどれぐらいあるのかっていうのが語学力の決定をすると思うんだけどねあの「じゃんじゃんじゃじゃん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 じゃ